さあこれより攻守の向き変わりまして第2クォーターに移ります。磯野スーパースターズ自陣23ヤードからのファーストダウン10。そのまずパスプレーから入りました。しかしその構えましたクォーターバック7番に広島40番が殺到。キュービーサークパスを投じる場に仕留めまして大きくロスにいたしました。見事キュービーサーク果たしましたのはそのスーパースターズ40番のティアーティラモ、フランクリン・マーシャル大学出身のルーキーです。さあ18ヤードになりました。更新距離セカンドダウン18の状況です。磯野どのようなプレーで突破するか。さらにいったキュービーサーク、再び40番だ。クォーターバック下がりましてパスを投じようと構えました。その瞬間一瞬にして40番が襲いかかりました。キュービーサーク再びロスを奪いました。ここでキュービーサックを連続決めたのは40番のテアチャモ、フランクリン・マーシャル開示して、フランクリン・マーシャル・ユニバーシティと呼称させていただきます。サードロングになります。水車のさあ陣地挽回を図るランプレーを投入しました。しかし交代距離大きくフォースダウンに変わります。そのフォースダウンロングの状況になっております。陣地挽回を図るためパントフォーメーションを取ります。パントはハーフウェイを越えたところで、プレー終了となりましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しております。審判団がフィールド上に黄色いウエストを落としますとイエローフラッグ反則発生を意味します。果たしてどちらに反則があったでしょうか。オフェンス側にイリーガルフォーメーション、不正な体型を用いていたという反則がありました。この反則はプレーが終了した時点を基準として施行する形で、広島は選択しました。従いまして攻守交代はなっております。広島この反則が適用されました。相手陣44ヤード付近からの攻撃という形に変わります。攻守変わりましてテイクオーバー、広島に攻撃権変わります。さあ広島ディフェンス陣、ティラティラムが押し返す形で相手陣に入ったところからの攻撃を得ます。相手陣44ヤードから広島ホークスファーストダウン10。さあ磯野も立ち上がった。まず広島ランプレーを投入しました。しかしそこに広島ディフェンスラインが殺到しまして、このランを阻止、2ヤードロスに変えています。見事ロスタックルを奪ったのは磯野スーパースターズ59番のプレイヤーです。その59番高原のナイスタックルでした。上智大学出身、
東山ホークスセカンドダウン12パス成功。ここでプレイアクションパス、クォーターバック18番中央を切れ込んだ8番にパスを通しまして11ヤードのゲインを果たしております。タフなキャッチ決めましたのは広島ホークス8番の笠松です。帝京大学出身。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。拮抗した戦いですが徐々に広島が押している状況に変わってまいりました。磯野としてはなんとかこの流れを断ち切りたい状況ではあります。さあ逆に広島はこのまま勢いに乗って一気に先制の得点を上げる形に成功するでしょうか。広島ホークスサーダン残り1ヤード。さあ右オープンウェルプレーキャリア40番見事に攻撃権更新です。広島ホークスファースト。ここでディフェンスで好調でした40番をランニング枠に据えました。トスしまして右オープンウェルプレー、ディフェンス殺到しましたがこれを見事なフットワークでかわしまして攻撃権更新なしております。広島ホークスファースト見事攻撃権更新。果たしては40番のティアティラモ、フランクリン・マーシャル・ユニバーシティ出身。さあ相手陣34ヤードからの広島ファーストアウト。パス不成功。ここでロングパスを投じました。ターゲット10番でしたがしかしこれは磯野スーパーサーズ見事にカバーして6番が見事にカバーしておりましてパス不成功に変えております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。ここは6番の松井が素晴らしいカバーを見せました。鳥取大学出身のプレイヤーです。広島ホークスセカンドダウン10。さあランでいった。ランニングバック40番ハンドオフを託されまして右オープン展開。ディフェンスをかわしながら約9ヤードから9ヤードのゲインを果たしております。ここでキャリア40番が躍動しています。ティラティラも今度はオフェンスの方で活躍しております。攻撃権更新になっております。10ヤード突破しておりました。従いまして磯野スーパー失礼しました広島ホークスファースト。さあ攻撃波に乗ってまいりました。相手陣24ヤードに攻め上がっての広島ファーストアンテン。今度は中央ミシュータン。しかしこれは磯野も押し返します。先ほどから好調な40番に今度は中央突破を図らせました。しかしこれは磯野押し返しました。ゲインは2ヤードにとどめております。さあ力と力の攻防になってまいりましたこの第2クォーター。広島このまま力押しを続けるかあるいは磯野がこれを断ち切るか。広島セカンドダウン5。パス不成功。クォーターバック18番ここで意表をつくようにパスを構えましたがしかしそこは磯野カバーしましてパスを結果的に広島は投げ捨てました。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。
さあ広島サードダウン5、サードダウン8の状況を果たしてどのようなプレーでこれを突破図るか、あるいは磯野はこれを封じるか。一気に抜けたファースター、ここをランでいった、ラリーは40番ハンドオフ託され、タイミングがやずれたかと思いましたが、そこを個人技で突破、相手ディフェンスを まるで吐き取るように前進しまして、攻撃権更新です。広島ホークスファースター、見事な攻撃権更新果たした40番のテイラーティラモですね、失礼いたしました。フランクリン・マーシャルユニバーシティ出身です。さあ広島ファーストダウン2ボールに勝っている。ここは磯野が耐えます。オプションプレーでランニング枠40番トスを受けまして右オープン展開を図りましたが、磯野は対応しましてこのプレーは阻止しています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。先ほどのから連呼させていただいておりました選手40番はテイラー・ティラノでした、失礼いたしました。広島ホークスセカンドダウン2ボール、残り10ヤード、パス不成功です。パス不成功の判定です。広島はここをパスで突破図りましたが、これは磯野があわやインターセプト戦かという素晴らしいディフェンスを披露しました。しかしここはパス不成功と終わりまして、サードダウンに広島変わります。広島ホークスサードダウン2ゴール、残り10ヤード、ここでオプションプレーでランニング枠にトスをしました。39番ピッチ受けまして左オープン展開を図ろうとしましたが、磯野これを対応しまして阻止、フォグスダウンに変えます。さあこの最後の攻撃権を広島はどのように行使するか、ボールを相手陣10ヤード、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。まずは先制点狙う広島、このフィールドゴール決まるでしょうか。このキックブロック、結果的にこのフィールドゴール阻止しまして広島無得点、4回目の攻撃失敗により攻撃権変わり、磯野スーパースターで攻撃権変わります。広島2度のフィールドゴールを結果的に阻止される形になりました。これが果たして試合の数戦にどう影響するか非常に注目の状況です。逆に言いますと非常に厳しい状況の磯野、なんとかここで耐えしのぎ、現在試合を無得点のまま推移させております。さあこれが転機となるか、磯野スーパースターズの攻撃に変わります。磯野スーパースターズ自陣20ヤードからのファーストダウン10、しかし広島も素晴らしいディフェンスは見せております。これをいかにして突破するかが重要です。やはり広島ディフェンス躍動しております。オプションプレーを展開しようとしてクォーターバック7番、ここでランニングバックのチョイスを選択する間に、広島ホークス54番が逆サイドからチャージをかけまして約4ヤードロスを奪っています。これはオプションディフェンスに非常に長けていることを表す素晴らしい対応でした。見事な対応したのは54番の大江、島根大学出身のプレイヤーです。広島ホークスセカンドダウン、失礼しました、
磯野スーパースターズセカンダウン14。さあ今度はクォーターバック自らが持ちました。決め打ちに近い形で右を2クル付近に体を投げ込ませ約5ヤードほどゲインに変えています。キープしましたクォーターバックは7番の足立でした。名古屋商科大学出身です。ここでホイッスル。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。今シーズンより日本国内のアメリカンフットボールはその準拠しますアメリカカレッジのルール NCAA のルールが変わりましたことによって前後半の残り2分で2ミニッツウォーニングが入ります。従来はプロリーグでしか採用されなかったこの時間残り2分になっての2ミニッツウォーニングのタイムアウト、これによりアメリカンフットボールに時間をかけた戦いの様子がより際立つシチュエーションができました。さあこの残り2分をかけた時間を含めた攻防戦ぜひご注目ください。さあここからの攻防戦時間の経過にも注目ください。ツーミンツォーニング解けまして磯野スーパースターズ攻撃続行です。磯野スーパースターズサーダンナイキュービーサーこれを広島封じました。クォーターバック7番下がりまして奥にいるレシーバーめがけてパスを投じようとしましたがこの間に広島ディフェンス陣に殺到しキュービーサークパスを投じる前にしためましてフォースダウンに変えます。磯野スーパースターズフォースダウン点でパントフォーメーションを取ります。このパントは広島陣42ヤード付近でとどまりまして攻守交代となります。攻撃権変わりまして広島ホークスに攻撃変わります。広島ホークス自陣42ヤードからのファーストダウン10。ここで磯野がディフェンス見せましたがここでイエローフラッグが投じられております。さあここの反則は果たしてどちらのチームの反則でしょうか。オフェンス側にビローザウエストの反則がありました。腰から下への危険なブロックです。この反則によりまして罰則を受けましてファーストダウンやり直しという形になります。かつてはこの腰から下へのブロックは特定エリアでは認められておりましたが現在は大まかな部分では禁止されております。この結果として約15ヤードほど下がりましてファーストダウンやり直しとなります。広島ホークスファーストダウン25で試合再開となります。
中央へのランプレー、まずランプレーから入りました。キャリアは35番、ゲインは約3ヤード程度にとどまっています。広島ホークスセカンドダウン22、さあ再びランプレーを投入します。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。ここで前半の時間がなくなりました。失礼します。前半終了となりまして、そのスーパースターズ0点、広島ホークス0点、両者無得点の状態で前半戦終了となりました。